ウクライナ南部戦線においてメリトポリのロシア占領地にて大爆発が起き、ウクライナ軍の反転攻勢により 54% の領土奪還劇が繰り広げられているよ。3月になっても一桁の気温の中で寄せ集めの動員兵が活発に動いているとは思えないよね。ろくな装備も与えられていないみたいだし、寒さの中でまともに戦えるとも思えないよね。そうだね。さて今回は、南部メリトポリでの大爆発について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ侵攻開始から1年以上が経過し、アメリカをはじめとする NATO 加盟諸国の支援によって、戦争がさらに長期化しているわけだけど、東部戦線ではウクライナ第二の都市ハルキウ市を含む、ハルキウ州の全土を奪還しつつあり、ドンバス地方のドネツク州とルハンシク州においては激戦が続いているよ。また、南部戦線の方では、ドニプロ川西岸地域に展開して州都ヘルソン市を占領していたロシア軍を、ドニプロ川の東岸に追い出した後、ドニプロ川東岸地域から一気にヘルソン州を取り戻して、クリミア半島の奪還を目標にして、中南部のザポリージャ州の奪還を目指して準備を進めていたんだ。ウクライナ軍の反転攻勢によって追い込まれ気味のプーチン大統領は、東部のドネツク州とルハンシク州でそれぞれ親ロシア派武装勢力が勝手に独立宣言をしていた。ドネツク人民共和国とルハンシク人民共和国を承認した上でロシア連邦に併合したほか、南部のザポリージャ州とヘルソン州も併合させたが、ドネツク州の他は全てを制圧することができないまま、国際社会もロシアの言い分を認めるわけもなく、これら4州はウクライナの領土として止まっているね。2023年のロシアに占領されている地域を取り戻すために目指す、ウクライナ軍の奪還目標を東部か南部のどちらかに絞った方がいいという見解があり、昨年9月には南部ヘルソン州での反転攻勢にかけると言われていたよ。しかし、ウクライナ第二の都市ハルキウ州を電撃奪還した経緯から、ヘルソン州からクリミア半島を狙うと見せかけて、東部のドネツク州を狙っているのではないか？という意見や、東部ドンバス地方では現状以上にロシア軍が攻勢に出る戦力が残っていないため、ドネツク州のバフムートなどで反攻に転じると見せかけて防御に徹して、ヘルソン州を奪還後にクリミア半島を孤立させる可能性が高いとする見方が高まっていたね。また戦況の予想屋たちは、ドンバス地方やヘルソン州を奪還することで両地域への補給絡を断つことができる。ザポリージャ州のメリトポリ奪還を狙いとする見方が高まりつつある中、昨年の12月13日にメリトポリ市内で大爆発が起きたとして、ロシア側が任命した行政府の、エフゲニー・バリツキー知事がテレグラムに戦況を次のように投稿していたみたい。この攻撃はハイマースのロケット弾によるもので、メリトポリ市街地にある民間人も利用する、レクリエーション施設に着弾して2人が死亡。10人が負傷したと伝えられたんだ。これに対して、ウクライナ側のメリトポリ市長であるイワン・フェドロフ氏は地元住民からの情報で、攻撃されたのは民間施設ではなくロシア軍部隊が駐留している基地であり、検問所や対空レーダー基地、ロシア連邦保安庁の拠点などとされており、ロシア兵の約200人が死傷したと反論したんだって。さらにフェドロフ市長は、メリトポリ市内に駐留しているロシア軍がパニック状態に陥っているとも述べており、その詳細は不明だけど両国でザポリージャ州メリトポリ市をめぐって、ウクライナ軍の動きが活発化していることを報じていることからメリトポリ奪還の実現が見えてきたよね。順調に進めたウクライナ軍がメリトポリを奪還することができたら、ヘルソン州やクリミア半島のロシア軍への補給路を遮断することにつながり、ウクライナのアレストビッチ大統領府長官顧問は、メリトポリの奪還によってヘルソン州の南にあるクリミア半島への道が開けると述べており、我が軍がメリトポリへの攻撃を強めていることを示したよ。刻々と戦況が変化している中、ロシア軍によるウクライナへの無差別インフラ攻撃は止むことなく、12月14日には首都キーウにイラン製の自爆攻撃型ドローン車ヘド136が13機も飛来しており、その全てをウクライナ空軍の防空システムで撃墜したとして、
ゼレンスキー大統領がビデオメッセージでキーウの防空システムが強力であることを強調したけど、撃墜した機体の破片などの一部が市街地に落下して、小さな被害は出ていたみたい。ウクライナ国内では昨年10月から活発化してきたロシア軍の巡航ミサイルやドローンで民間インフラを狙った、国際法に違反する非人道的な攻撃によって全土で停電が発生しており、多くの国民が厳冬期に暖房が使用できないなど苦しい生活を強いられていたよね。こういった寒さ対策プラス困窮するウクライナ国民に対して、緊急支援を協議するための会合が、12月13日にフランスのパリで開催され、46の国と24の国際機関から、10億ユーロ約1450億円をはるかに超える緊急支援の確約がされたみたい。この緊急支援によって、ウクライナ国民のエネルギー支援や医療、食料支援などが回復し、電力不足に関しては大量の発電機などが提供されるほか、電力消費が少ない LED 電球を、3000万個以上供与するなど具体的な内容の検討が進められていて、その会合にはゼレンスキー大統領がオンラインで参加しており、これらの支援に対して深く感謝を述べていたね。ウクライナは西側諸国の支援あってのものだからね。また、ゼレンスキー大統領は12月12日に開催された G7 首脳テレビ会議においても、ウクライナへの支援が検討されたことについての謝意を伝えた後、ウクライナは自由のために戦っていると強調し、この戦争を終わらせるには軍事復興外交の3つの側面における西側諸国の支援の継続が必要不可欠だと指摘して、自由主義陣営が結束を示すための特別サミットを開催すべきであるという提案を示したよ。新しい年を迎えてから西側諸国では長期化した侵略戦争に対して、支援疲れを見せる国も出てきており、ウクライナとしては国家存続のための生命線となる、西側諸国からの支援を継続してもらうため、その重要性を改めて訴えていたんだろうね。この首脳会議終了後に G7 財務大臣がウクライナへの揺るぎない支援と団結を再確認する、という声明を発表しており、ウクライナのインフラ復旧や防空能力の向上に協力することを明らかにしたほか、プーチン大統領の責任を問うことを強調し、核兵器の使用をほのめかす、ロシアの脅迫に対しても非難し、一刻も早く侵略を終わらせるように呼びかけたんだ。日本の岸田首相は G7 終了後の12月14日に、ウクライナのコルスンスキー駐日大使や、ウクライナ支援活動を実施している超党派議員連盟のメンバーらと総理大臣官邸で面会をしており、議員連盟からディーゼル発電機4台を寄贈することを大使に伝え、日本はオールジャパンでウクライナ支援を行うため、この取り組みを後押ししていくと述べ、またもや国民の意思を無視してお金をばらまいたよね。一方でロシア政府は、西側諸国がウクライナ支援で結束を強めていることに対抗するかのように、12月30日にプーチン大統領は中国の習近平国家主席とビデオ会談を行い、両国の関係は安定化の要因として重要性を増しているため、軍事協力の深化も目指すと述べて全面協力を促していたよ。これに対して習近平国家主席は困難な世界情勢を踏まえ、中国はロシアとの戦略的協力を拡大する用意をしているが、ウクライナは平行省への道のりは平坦なものではないため、あくまでも中国は客観かつ公正な姿勢を維持する、と述べており、この意見に狡猾性を感じたが日本政府もお金をばらまくばかりではなく少しは見習うべきだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ東部ドンバス地方のルハンシク州で撮影されたとみられる、ウクライナ軍の旧式戦車がロシア軍の T-72 主力戦車を、一撃で撃破する様子を捉えたとされる動画が公開されて話題を呼んでいるよ。この動画はウクライナ兵器トラッカーと称する、兵器専門家などが運営するアカウントによってツイッター上に投稿されたもので、ルハンシク州ノボセリウスクの近郊でウクライナ陸軍の精鋭中の精鋭とされる、第92独立機械化旅団所属の T-64BV がロシア軍の T-72B を撃破する様子が撮影されたものだというぜ。やっぱりいくら戦車の性能が良くても、乗り手の技量や作戦が稚拙だと破壊されちゃうってことだよね。
さて今回は、ウクライナ軍の旧式の T-64 戦車が、ロシア軍の T-72 戦車を撃破したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍のドローンから撮影されたとみられる動画は、直線道路においてわずかな距離で対峙するウクライナ軍とロシア軍の戦車を捉えていて、その後ウクライナ軍の T-64BV が主砲を発射してロシア軍の T-72B に命中して炎上していて、さらにウクライナ軍の T-64 がもう1発を発射してとどめを刺す形で、炎と煙を上げているロシア軍にもう一撃を与えているよ。なお、この動画はウクライナ国防省もツイッターに投稿していて、第92独立機械化旅団が撮影した動画であるとして紹介しているね。ウクライナ軍が使用したとされている T-64 は、旧ソ連が開発した第二世代主力戦車で、それまでは簡素な作りで大量生産が可能で、簡潔かつ堅実な構造で取り扱いが楽なことを追求してきた旧ソ連戦車としては珍しく、複合装甲、滑降砲、自動装填装置など新技術が積極的に盛り込まれているのが特徴なんだ。この T-64 は1966年12月に正式採用されているんだけど、当時のソ連の同盟国であるワルシャワ条約機構加盟国や友好国などに輸出されず、ソ連のみが保有していて秘密裏に旧東ドイツのソ連軍東部軍集団や、ハンガリーなどに配置されていた南部軍集団などに配備されていたみたい。西側諸国では1985年の対独戦勝40周年パレードにこの T-64 が登場するまで、T-72 の影に隠れた正体不明の新型戦車としていて、その存在に気がついていたものの性能などの詳細を知らず、T-72 の開発の元になった失敗作との見方をしていたというんだけど、実際には、新機軸を盛り込みすぎた T-64 の運用が難しいこととコスト高を補うために、ハイローミックスの形として T-62 などで培ってきた旧来の質実合憲的な技術と、T-64 のスタイルを合わせた普及型が T-72 であるとされているね。そのような事情で開発された戦車であるために、生産数においては T-62 の約1万9000両、T-72 の約2万2000両には劣るものの、1964年から1987年までに様々な派生型を含めて約1万2500両が生産され、1991年のソ連崩壊後もロシア連邦陸軍とウクライナ陸軍で多数の T-64 が現在も運用されているんだ。ウクライナの VOMR 衛星記念工場では T-64 に独自に大幅な近代化改修を施した T-64BM ブラートが開発されており、2005年に17両が納入されて以来、T-84U オプロート西側仕様の砲塔を搭載した BM オプロートも含むとともにウクライナの新しい主力戦車として配備されていたよ。その一方で、ロシアでは T-64 の開発生産拠点がすべてウクライナ国内にあったことから、整備用パーツなど消耗品の供給に難があるなど理由で、保有していた T-64 に対して T-72 に施したような積極的な近代化改修は行われず2017年までに退役させているな。このことから、動画の中で第92独立機械化旅団の T-64BV と紹介されている戦車は、T-64BM ブラートではないかとの見方を示す声もあるぜ。仮にこの動画に登場するウクライナ軍の戦車が T-64BM ブラートであれば主砲には 125mm ヌメ後方に A46M が搭載されているほか、T-84 に準じた装備が搭載されており、コンタクト後走行級計 120mm、対戦車ミサイル 1A45L と一種射撃管制装置、TKN4S レーダーサイト PZU7 サイト、TRN4E ブラーン E 暗視装置などの近代化が図られているとみられるね。また撃破されたロシア軍の T-72 は T-64BM と同じ 125mm 滑降砲に A46M が搭載されているため、T-64 とは攻撃力の点で互角であり、ロシア軍が運用している T-72B3 は第 2.5 世代でありながらも、総合的なバランスの良さから第三世代主力戦車に相当するとされているんだ。しかしながら、T-72 で採用されている回転型自動装填装置は本来、
弾薬を被弾率が低い車体底部に集約して生存性の向上を狙った設計であったものが、万一車体底部の弾薬に誘爆した際には爆風が戦闘室を直撃することになり、砲塔が真上に吹き飛んで車体が大きく損傷しやすいことが判明したぜ。また、車内に剥き出しの予備弾薬を搭載している場合には、被弾した砲弾が貫通して弾薬庫を直撃しなくとも、防護されていない予備弾薬に引火して車内に甚大な被害をもたらすこともあるな。この T-72 が被弾した際に砲塔が吹き飛ぶことは、湾岸戦争時にイラク軍が運用していた T-72 において多数発生したことから、アメリカ軍内ではジャック・イン・ザ・ボックス・びっくり箱として T-72 を揶揄する別称で呼んでいたほどなんだ。ウクライナ軍参謀本部によると、ロシア軍はウクライナ侵略を開始した2月24日以降、12月12日までに3000両近い戦車を喪失しており、ロシア国内でウクライナに投入できる稼働可能な T-72 の在庫はほぼ枯渇していると見られ、周辺で T-72 を保有しているベラルーシ軍から T-72 の供与を受けているだけでは足りず、旧式の T-62 戦車の保管在庫に簡単な近代化改修を施して前線に投入しているとされているよ。また戦車用砲弾の在庫については、ウクライナ軍の高機動ロケット砲システム、ハイマースなどによる2弾薬集積場の破壊や、弾薬庫を残したまま退却するなどの不手際もあり在庫が枯渇しつつあるのではないかと見られているんだ。戦車戦の動画が撮影されたと見られるルハンシク州では天候不順によるぬかるみの発生などもあり、ウクライナ軍が少しずつ非占領地を奪還していると見られているが、12月上旬に同州のカディフカにあるロシアの民間軍事会社ワグネルの拠点となっていたホテルが、ウクライナ軍によると見られる攻撃を受けて破壊されたとして、ルハンシク州のハイダイ知事が明らかにしているみたい。ハイダイ知事によれば、多数の死傷者が発生していて負傷者の半数以上は助からないとしている中、ロシア国営のタス通信が地元の親ロシア側当局者の話として、ウクライナ軍のハイマースによる攻撃でワグネルの拠点が破壊され、救出活動が続けられていると報じているが、ロシア国防省などロシア当局側からはこの件に関するコメントは出されていないよ。ワグネルの戦闘部隊は現在、ルハンシク州の隣のドネツク州バフムートに展開していると見られていて、正規軍ではない傭兵部隊であるにもかかわらずロシア軍として行動しているな。バフムートを防衛しているウクライナ軍兵士によると、この地域に親ロシア派武装勢力が設立を宣言したドネツク人民共和国や、ルガンスク・ルハンシク人民共和国の兵士はほとんどおらず、接近している Z マークをつけた正規軍の数は多いものの、ほとんどが9月に発令された部分的動員令によって招集された予備役兵士の部隊であるとみられ、満足な装備を与えられず練度が低いためにこれまでに多大な戦死傷者を出しているとされているよ。技量の伴っていない新兵を犠牲にする戦い方は相変わらずだね。ワグネルの戦闘員はそれなりに練度が高く、士気も正規軍よりは高いとされ、唯一ウクライナ軍に対して攻勢に出ているんだけど、ワグネルは予備役招集兵を石膏としてウクライナ軍の前面に出し、ウクライナ軍に攻撃させてその位置を確認するためのステージとして活用しているとみられ、その非道な扱いにはウクライナ軍兵士でさえも同情を寄せているみたい。しかしながら、ワグネルのウクライナ国内における拠点が壊滅状態となったことで、今後ワグネルの動きが変わる可能性が高いとの見方があり、注目されているな。そして12月11日、ウクライナのレズニコフ国防相が現在の戦況について触れ、ぬかるみによって戦車などの戦闘車両が移動できないために膠着状態にあることを説明した上で、ウクライナ軍は自国の領土を奪還するために、冬の訪れともに地面が凍結するとともに反撃を開始すると述べて、領土奪還に向けて強い意志を表明したよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年12月10日の夜、ウクライナにおいてロシアが2014年に一方的に併合した、クリミア半島北部ジャンコイ近郊にあるロシア軍宿舎で、
ロシア軍部隊の兵舎に大規模な火災が発生して兵士2人が死亡したとして、ウクライナのメディアが報じているよ。それによると12月10日夜にジェンコイから南東約 15km にあるソビエツキーに設営されていたロシア軍兵舎で火災が発生し、兵士2人が死亡して施設にいた約200人が避難したとされているな。このロシア軍兵舎には9月の部分的動員令で招集された200人以上の予備役動員兵が駐留していたみたいだね。さて今回は、クリミア半島のロシア軍施設での火災について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この火災についてウクライナの一部のメディアでは、火災はドローン攻撃によるものであるとして報道し、ロシア側が設置したクリミア共和国の悪書の不死鳥はドローン攻撃はウクライナ側のフェイクニュースとしながらも、SNS 上で10日にクリミア半島中部にあるシンフェロポリで防空システムが作動したとして、住民に対してドローン攻撃に対して平静に対応するようにとの呼びかけを投稿しているんだ。しかしながら、このロシア軍宿舎の火災について、クリミア半島の先住民族であるタタール人とウクライナ人がパルチザンとして活動している反ロシア団体の宛て紙が、ロシア軍宿舎の火災は計画的な放火である主張する声明を出し、この先もパルチザン活動によって、クリミア半島のロシア軍を内部から崩壊させ続けるとの警告を発しているみたい。クリミア半島は、ウクライナ南部ヘルソン州に繋がった形で黒海の北岸に突き出た半島で、26,844 平方キロメートルの面積に、235,3100 人の人口を持ち、地政学的に黒海を支配する重要な要衝として、古代から様々な民族が争う土地であり、15世紀にオスマン帝国の属国としてクリミア半国が成立し、18世紀にロシア帝国に併合され、このクリミア半国の住民であったのが、8世紀頃にクリミア半島に流入していたチュルク系ムスリム住民を起源とするクリミアタタール人なんだって、1917年に勃発したロシア内戦において、クリミア半島は反革命側の白軍に占拠されていたが、白軍が赤軍によって駆逐された後に、クリミアはソビエト連邦の一部となり、1921年にはクリミア自治ソビエト社会主義共和国が置かれ、ナチスドイツの占領下にあったね。クリミアの戦い1941年から1942年では、クリミアタタール人の多くが赤軍として参加させられたんだけど、1944年にクリミアタタール人はナチスドイツに協力したとの嫌疑をスターリンによってかけられたため、約20万人が中央アジアやシベリアに強制移住を命じられ、その過程において多数の住民が命を落としており、このことはクリミアタタール人追放として、現在においても、クリミアタタール人の心に深く刻まれていて、彼らの反ソ連、反ロシア思想の源になっているよ。スターリンが死去した後の1967年にクリミアタタール人のシベリア追放措置は解除され、彼らへのクリミアへの帰還運動が開始されたな。1991年にはソ連邦内に居住している全てのクリミアタタール人から代議員が選出されて、最高意思決定機関としてクリミアタタール民族大会クルル隊が開催され、タタール人のクリミアへの帰還が進められることとなり、クルル隊はそのための常設機関としてクリミアタタール民族会議メジュリスを設置したよ。2014年にクリミア危機が起こり、ロシアが一方的にクリミア半島をロシア領として編入したが、国際社会とウクライナはそれを認めず現在も係争状態にあり、メジュリスもまたロシア編入を認めておらず、ロシアがウクライナに侵攻した際にはクリミア半島はウクライナ領であるとの声明を発出して、ウクライナへの支持を表明していたんだ。クリミア半島では8月にも海軍航空隊基地やセバストポリ軍港の海軍司令部などがドローンによると見られる攻撃を受けるなど、パルチザンによる活動が盛んで、今回声明を発したタタール人による宛て紙を含めて3つのパルチザン組織があり、およそ100人のパルチザンが潜伏していると言われているね。内部に工作員がいるとなれば、ロシアもうかうかしていられないよね。一気に総崩れになる可能性もあるんだし。クリミア半島で現在ロシア軍が使用している基地は全てウクライナ軍が使用していたものであるため、
位置や基地内の配置など全ての情報を持っているほか、ロシア軍基地に出入りしている協力者によって常に最新情報が提供されているらしいな。そのパルチザン組織にはウクライナ軍がドローンなどの兵器を提供し、攻撃目標などの指示を出しているとされ、ウクライナ軍と緊密な連携を保っているとされているぜ。ウクライナのゼレンスキー政権でクリミア問題担当のタミラタシワ大統領府代表は、ウクライナ政府としてはパルチザンへの関与についてのコメントは控えながらも、ウクライナは国際法に従ってロシアによる不当な侵略戦争を戦っているとした上で、ウクライナは決して民間施設を攻撃したりせず、クリミア半島における火災や爆発が起こった施設もまた全てが軍事施設であることに大きな意味があるとして、パルチザンも含めて国際法を遵守していることを強調しているよ。確かにウクライナ側は国際的に批判を受けるような行いを避けているよね。まあ支援のもと戦えているわけだから、世界から信頼を失うようなことはできないだろうし。そうだね。パルチザンとは占領された地域への支配に抵抗するため、地元市民が結成する軍事的組織のことを指し、ウクライナでもこれまでにロシア軍に占領された町それぞれに何らかのパルチザン組織が結成されロシア軍への抵抗を示しているとされているよ。これに参加する住民の多くは、侵略してきたロシア軍によって家族や友人を非道な方法で殺され、町や他の住民を守るために抵抗を続けているんだって。パルチザンの戦闘とは、正規軍と違って敵と正面から戦うのではなく、地下に潜んだ上でのゲリラ戦、将校や兵士の暗殺、軍事施設の爆破などによって敵の後方を攪乱するものであるが、パルチザンとはそもそも旧ソ連がナチスドイツに侵略された際に、侵略者であるドイツ軍に抵抗した民間人を指して呼んだものであり、そのパルチザンが旧ソ連の流れを汲むロシア連邦軍を苦しめていることは皮肉な話だよな。先日ウクライナ軍が州都ヘルソンを奪還したヘルソン州においては、ロシア軍が撤退する以前からパルチザンによってロシア軍の補給路が遮断されていたとされ、ウクライナ軍特殊部隊との共同によってロシア軍を苦しめていたとされ、高機動ロケット砲システムハイマースが配備されてからは、その標的となるロシア軍の弾薬庫や兵舎、司令部などの位置情報をパルチザンがウクライナ軍に提供していたんだ。これによってハイマースから発射する効果で貴重な GPS 精密誘導ロケット弾を無駄にすることなく、確実にドニプロ川東岸にあるロシア軍の兵站集積施設や補給路などへのピンポイント攻撃に運用できたとされているね。ウクライナにおいてパルチザンがロシア軍を苦しめる存在であることは疑いがないが、その活躍の源となっているのは、祖国を守る大義によって戦うパルチザンと、ウクライナを侵略する理由もよくわからずに連れてこられたロシア兵との士気の差だけではなく、パルチザンの教科書の存在があったことが大きいとの指摘があるぜ。このゲリラ戦のお手本を記したとされる教科書は、2013年にアメリカ軍の特殊部隊が体系化した抵抗活動戦略 ROC と呼ばれる300ページにも上る冊子のことだな。この教科書には、道路標識を付け替えたり、撤去したりして敵軍を混乱させることや、道にガラスを巻いて軍用トラックなどの通行を阻止することや、ゲリラ戦のやり方が詳しく書かれているみたいだね。ウクライナはロシアが侵略する以前から、この ROC を元にマニュアル化して行政機関や個人に対しても、侵略を受けた際にすべきことを周知させて準備を進めていたんだって。日本のインターネット上ではウクライナにおけるパルチザンの活躍を受けて、ROC などのウクライナによる取り組みを日本は見習い、国民の国防意識を高めるべきであるとの意見が広がりつつあるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。